あ、これママ。日付を見てみろ。17年前だ。マリコはバブル崩壊を止めに行ったんだ。だがその日を最後に彼女からのサインを途絶えた。過去の日本に行ってバブル崩壊を止めてほしい。洗濯機にしか見えないんだけど。洗濯機型のタイムマシンだよ。たどり着いたのはバブル絶頂の1990年。下川寺さんよね。金太郎。街中が歌って踊って浮かれてた。17年後の俺はどうなのよ。末は大蔵大臣かなんか。いや、あと数年で景気は急に悪くなって。なるわけないだろこの日本が。聞くねえ。あなた出世してない。え、うろちょろされると困るんだよ。探したわ。マリコ。ママ誰。未来の日本は国民にとって幸せな国になっていないんだな。未来のあなたはそう思ってる。彼らは日本を救えるか、それとも泡と消えるのか。眉毛ふと。この冬史上最強のタイムスリップラブコメディが誕生する。バブルへゴー。タイムマシンはドラム式。